広島大学東仙田キャンパス内に立つ広島女子高等師範学校記念碑かつてのコーチの一部である仙田第一公園内に立つ山中高等女学校師・広島女子高等師範学校は1945年4月に広島県広島市に設立された管理の中等学校女子教員養成機関略称は広島女子高校なお本項目では前身である 山中高等女学校についての記述も含む創立時より山中を助けた校長松岡道子広島女子高等師範学校の直接の前身となった山中高等女学校は1887年12月6日私立広島高等女学校として創立された同校は広島県知事千田忠明月及び 官民有志によって設立されたもので、全国でも3番目、広島県下では、初めての高等女学校となった。設立に再試行主は弁護士の山中正を、初代校長には千田聡子が就任した。1901年4月には、県立広島高等女学校の設立認可に、友内市立山中高等女学校に、改称。さらに1908年8月には、 山中高等女学校と再解消した。1921年10月には、財団法人の設立認可を得て、財団法人山中高等女学校が発足、同行の運営母体となった。そして1940年頃には、山中都市理事長により、山中公助の国を寄付しようとする働きかけが始まった。山中公場からの寄付の申し出を受けて、 文部省は、広島に第3の管理女子高等師範学校を設置する予算案を作成し、1944年12月には、広島女子高等師範学校の設置申請が閣議で受理された。翌1945年3月末には、財団法人山中高等女学校から、校地校舎が国に寄付されたことで、同法人は解散し、 山中高等女学校は廃止された。同年4月1日にはこれに変えて、広島女子高等師範学校が設立され、戦時下の中等理科教員育成政策に基づき理科、家政科、単育科が設置された。そして従来の山中工場の職員、生徒は、広島女子高等師範学校付属山中高等女学校に移行した。 広島女高師の入学式は7月21日に挙行され全国から集まった81名が入学した。女高師の初授業は翌月の8月6日に予定されていたが、この日の原爆により校舎は全開消失し登校していた生徒、教職員の中から犠牲者が出た。また、当日市内での建物疎開作業に当たっていた。 山中校女生徒のほとんど全員が被爆により、全滅した。このため9月から12月にかけて、女行師、山中校女は郊外に疎開、移転し、最終的には、広島県鴨国安浦町に統合移転した。1949年5月31日、国立学校設置法交付で、広島大学が発足すると、女校師、山中校女は、 同大学に包括され、広島大学広島女子高等師範学校と改称し、教育学部安浦文校の構成母体となった。1951年3月には、付属産中工女が廃止、ついで1952年3月には、女高し最後の卒業式が挙行され、広島女工士は廃止された。1939年の航空写真。 画像中ほど下方が山中工場、後の広島女工事の工地。その髪型、画像の中央に広島赤十字病院が立地しており、その右に広島工事の工地が見える。なお、この時点では広島市道駅前、吉島線が開通しておらず、南大橋の下境市も現在とは若干異なっている。1945年米軍作成による、 広島市地図、頭中千田町の表示の北に、山中ガールズ、ハイスクールのコーチ、校舎が所在しているのが読み取れる。前進校である山中高等女学校のコーチは、1888年11月の開校時、広島市天神町に所在していたが、同年のうちに、新千葉町正清院に移転、ついで1897年には小町に校舎、 被宿舎を新築しし移転した。最終的には1902年4月に国体寺村が建設された。1945年4月に設立された広島女子高等師範学校は山中工場から寄付された仙田町666番地の高地約7400坪、校舎約3000坪をそのまま継承したが、百四十五年八月六日の原爆投下により、 校舎が壊滅、全焼したため、翌9月には、助校師は、広島青年市範学校内に移転し、付属山中校女は、秋群府中町の国民学校その他に分散して、疎開、さらに同年12月、両校は、鴨郡群安浦町の旧海兵団跡に、統合移転され、1949年5月の、新生広島大学への移行を迎えることとなった。しかし、 安浦高地は、翌1950年5月、失火により、校舎、学寮が消失したため、福山市沖野上町に移転し、広島大学附属福山中学校、高等学校の高地として継承され、現在に至っている。なお、千田町の旧高地には1957年、広島大学の学生寮が建設され、かつてこの地に所在していた山中工場にちなんで、 山中寮と命名され、加えて、西雲寮、広島大学付属幼稚園も設置されていた。その後大学の統合移転に際して付属幼稚園は1990年に移転し、解体。山中寮は1996年、西雲寮は、翌1997年に廃止、解体され、現在は、千田保育園、広島赤十字研修センター。 千田第一公園などが立地している。両校のモニュメントとしては、公述する慰霊碑の他には、広島大学東千田キャンパス内の広島大学原爆死没者追悼の日の秋に、広島女子高等師範学校記念碑かつての高知の一部であった千田第一公園内には、山中高等女学校誌がそれぞれ混流されている。広島女校誌の体育館は、 山中高等女学校の創立50周年、記念事業として RC 作り、鉄骨トラス平屋建ての体育館として、同校校地内に築造され、1937年12月、竣工したものであり、同校では唯一の鉄筋建造物であった。1945年4月、山中工場を母体とした女講師の設立に伴い、同校の体育館として使用された。 原爆被災時には、爆心地から 1.66km に位置しており、外壁は残ったものの爆風で、屋根の大半が剥ぎ取られ、窓ガラスも吹き飛ばされた。また直後の火災により外殻は保ったものの、内部は全焼し、鉄骨トラスは変形した。このため詳細な時期は不明だが、戦後ほどなくして解体された。1945年8月6日の原爆投下により、 大半が木造2階建てであった女講師、付属山中工場の校舎は瞬時に大破、倒壊し全焼した。唯一の RC 作り建築であった体育館も戦術の通り爆風で大破し、内部は全焼した。当日は開校したばかりの女校誌の初授業が生徒全員を対象として予定されていたが、全員が被爆し、校舎の倒壊で下敷きになった十数名が死亡した。 また、付属山中工場の1.2年生333名は、当日市内座古城町での建物疎開作業に動員されていたため、原爆による熱戦、爆風、放射線の直撃を受け、1名を残して全滅した。このため、広島助行士及び付属山中工場は、広島大学の旧生前進行のうち最も多くの被爆死者を出した学校となった。 敗戦直後の11月6日、千田町の学校跡地で、最初の慰霊祭が挙行されたのを皮切りに、幾度か両校の慰霊祭、法要が挙行され、以降8月6日には7回期に至るまで法要が開かれた。1952年7月6日には、建物疎開の動員先である、市内座古城町の工人道境内に、両校の純国学徒の碑が混流され、 以後毎年合同慰霊祭が挙行されている。また、平和公園内の原爆ドームから南側の動員学トイレ等に向かう通路に設置されている階段は犠牲となった山中公女生徒の遺族により寄付されたものである。新生広島大学移行後の1972年3月には、広島大学原爆死没者慰霊行事委員会が発足して、 助講師を含む広島大の旧正法括校の原爆犠牲者の慰霊事業が行われることとなり、その主要事業として1974年8月、広島大学原爆死没者追悼の日が建立された。この石踏みは、広大本部が東広島キャンパスに移転した後も、東千田キャンパス内に残され、大学関係者によって、毎年慰霊式典が行われている。 ありがとうございます。